私の願いを聞いてくれるかな。おい、見ろよ。あれ、マーガレットが言ってた猫じゃないか。きっとあれがリトルプリンスだよな。強いな。後ろから近づこう。そっとだ。足音を立てないよう体を低くして。オイラみたいに飛べないのって大変だな。うん、不安だったら魚でリトルプリンスの気を引きつけてみたらどうだ。魚は猫の。魚がなくなったら近くの湖で取れば大丈夫だ。好きなものを選ぶといい。このワーグナーが作ったものに。はあ、思ったより警戒心が強いんだな。でもまだ遠くには行ってないはずだ。元素近くでもう一度探してみよう。次はちゃんと後ろからこっそり近づいて一気に捕まえるぞ。もしくは魚で気をそらしてやれ。リーネの少しだ。リトルプリンス、やっと帰ってきてくれた。かなり探したんだぞ。リトルプリンス、私を見捨てないでちょうだい。おいおい、二人の世界に入っちゃったよ。星鉄の弦もあったぞ。ほら、弦をやろう。本当に見つけてくれたんだ。もう諦めかけてたよ。感謝の気持ちに、この弦で貸し切りステージを用意してあげたいくらいだ。はあ、敵手。リトルプリンスがこんなに近くにいると猫アレルギーがまた。通りで自分で捕まえられなかったわけだ。とにかく助かったよ。じゃあお先に。